お買い求めいただいたお客様には漏れなく、これは漏れなくでございます。なんと、なんとこれやば、おい、現在滞在してるやつがいるぞ、捕まえろ、高いぞ、本当にみんなこっちを見る、あんな変なの見ないで、この綺麗なバナナを見てください。で、お買い求めいただいたお客様にはなんと漏れなく、これは漏れなくでございます。なんとハンドバッグをつけます。やった、すごいでしょ。バナナを買うとハンドバッグまでついてくるんですよ。そんなことはね、うちしかないね。さあ、じゃあ今日のね、ハンドバッグこちらでございますね。じゃーんね、こちら、こんな素晴らしいハンドバッグがついてきちゃう、こんないいことはないですよ。ね、これだけでもいいくらい。ただ今日はなんと新鮮なバナナがついてくるね、素晴らしいことになっております。さあ今日もね、じゃんじゃんバリバリ売りますよ。ほっ、じゃんじゃんなるのは阪神の金、どんどんなるのは寺の金、隣の魚やお金、皆様が持っているならそう、お金、はい、バナナの君はありがとう、拍手、いいですよ、皆さんも拍手しても全然いいですよ、ありがとうね。はい、バナナの期限は明治36年4月10日、神戸港におよそ 10.8 キロのケースがおよそ7ケースと言われております。7ケース届いたの、でもバナナだらけ、バナナがいっぱい、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。皆様、これはすごく難しい早口言葉、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。言えるかい、短くしてあげよう。バナナの謎はまだ謎なのだぞだけで、バナナの謎はまだ謎なのだぞだけでいいからね。え、いいかい、後ろのスーツのお兄さんたちも一緒に言うんだよ、いいかい、いくよ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、せーの。あい、お姉さん惜しかったね。ただね、ほとんどの人言えてなかった、お姉さんが一番惜しかった。ほら難しい、はい、面白話に花が咲く、勇気のからバナナに、さあこのバナナ400生命する代物ではございますか。また400生命から始めると言いますと日が暮れてしまいます。鶴の一声、お手調べでございます。400生命する代物ではございますが、大負けに負けて200生命でどうだ、みんなでもう一声、素晴らしい、もう一声、こういうね、皆いいんですよ、皆さんいいんですよ、私かけるのなんだけど高いって言ってもらって構わないからね、全然ね、ね、なんかいい感じ、もう一声という声がかかりましたね。これでは手が上がらない、そう、仲良しこよしが手をつなぎ、信州長野の新そばよりも私はあんたのそばがいいよ、下げよ、大丈夫、そんなにバナナ欲しい、もう暴れるくらいバナナ、バナナ、バナナってことでしょ、違うのバナナね、欲しいね、バナナね、お姉ちゃん、お姉ちゃんにバナナもいいんだけどね、お兄ちゃんには特別で、こんなもの、こんなね、すだちなんかどうだい、うちのすだち新鮮すぎてこんなことができちゃう、ほらすごいでしょ、うちのすだち、ただね、バナナ売んないとさ、怒られちゃうからバナナ売ろうと、さあね、下げます、180生命どうだ、もう一声来ました、今ね、お兄さんありがとう、で、他の人たちどうだっつったねえ、ちょっと皆さんがもう全然書き声とかもいろんなもくれないから、ほらバナナがほらいろんなところでね、いろんなところに黒いのができて、黒い涙を出して泣いていますよ、ほら色が黒いか黒いが色か、色が黒くて食いついたいが、私入れまではまったらいけたいよ、最後170、いや160150生命でどうだ、よし、皆さん聞いてください、バナナの叩き売りでございます、皆さんがね、このいいちょうどいいところで買った、ちょうだいと言うと、なんとこのバナナは皆様のものになるんですよね、普通に食べるもよし、もうこれをバナナジュースにして飲むもよし、あとはもうかぶるもよし、なんでもいい、このバナナ ねえ、そうでしょ、もっとわかりました、もっと下げよう、で、物の始まりが1ならば、こいつの始まりは山田国、島の始まりが淡島ときた、泥棒の始まりが石川の小山ならば、口一の始まりが熊坂の城が、そして八百屋の始まりがここ八百屋、ぐーっと下げて100点別のだ、ちっちゃいな声がみんなもう一声、あ、いいよいいよ、よし、もう一声、ありがとね、徐々に皆さんがね、心許してもらってるから、ただね、皆さんね、顔見てるとね、このバナナは美味しそうだなって顔してるんだけど、私のこと信用してないでしょ、なんかこの八百屋さん怪しいなって顔で見てる、こっちもね、夕日の丘商店街ね、自慢の八百屋だからね、見せちゃう、特になんとね、これ見てる、これ、こんなもん用意してもらいまして、うちの新鮮なリンゴをここに乗せますと、なんと、ほっ、よいしょ、ほら、ほら、
リンゴが新鮮すぎてこんなに踊ってしまう。もう拍手が鳴りやまない。すごいな、リンゴが超すごい、天才。ほら、すごいでしょ、信用してきた。デコポンなんかも用意していただきます。なんとこの2つが踊る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 聞いてくれよ。私にも家族がいます、はい、このバナナが売れないと帰ってから枕を濡らす人がいるんです。それは私です。はい、あもうしょうがないね。もうこれお姉さんの気持ち答えられるか分かんないけど、もう国の機密じゃないが領収書なしで持ってけ泥棒。30生命どうだ、はい、知ってる、さっき言われたからね。知ってはいるんだ。一応順番になってるから、さかるさん言わないとね。30生命だよ。わかった、こっちだって本気を出そう。さあ皆さんね、これうちの新鮮なかぼちゃ、新鮮であればこっちからこっちに行くと言いましたね。このかぼちゃがこっちからこっちに行ったらすごいと思いませんか。すごいね。行きますよ、握手の準備お願いします。さあこのかぼちゃ新鮮だから、なんと行きましょう。ほら、さあこの拍手にお応えして、こちらのバナナ30生命どうだと言いたいところだけど、皆様の顔がそんなにいっぱいもらってもな、持って帰るのも大変だなっていう顔をしている。だから今日は特別に、なんと特別にお姉さんチャンスで、なんと日本、この日本10生命どうだ、やったやったやった拍手ね、待ってたかやったね。大好きなバナナが買いましたよ。で、お姉さん2本ね、お姉さん2本、4本でもいいよ。4本ですよ、ほらほら拍手。そしたらね、こっちでね、ちょっと優しいで入れとくから。さあ皆様ね、あのね、まだね、4本でもね、まだね、残ってますからね、皆様ね、どうしても欲しいって言ったらね、ぜひね、あの私に言っていただければね、ちゃんとね、あのバナナあげますからね。そうでしょ、皆さんせっかく来たんだから。そしてね、最後ね、とっておきちょっと、よいしょ、大きいかも、よいしょ。で、4本で、で、20生命、これなかなか安いと思いますけどね。そしてね、せっかく買ってくれたから特別にね、1本サービス、ね、1本サービスで入れちゃう。で、さあ皆様ね、こちら、ね、皆様ね、バナナの受け渡し式がありますから、受け渡すときに大きな拍手、お願いしますよ。お姉さん、これだって。はい、やピン。ピン。ペッペペーンペー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 皆様ね、どうしても欲しいって言ったらね、ぜひね、まだ残ってますから、ぜひ言ってください。そして最後は最後、ね、皆様にね、最後私のね、すごいところを見せるために、なんと最後、こちらの白菜、新鮮な白菜が、なんと、こちらからこちらに行きます。ね、そしたら皆さん最後、ね、拍手喝采で終わりましょうね。お願いしますよ。拍手喝采、白菜でお願いしますよ。行きます。それでは、白菜がこちらからこちらに行きます。で、でけ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 で顔が怖いな、みんな。大丈夫かい、うん、行くよ。さあ、白菜がこちらからこちらに行くして。